すごいですね。こんな近くに杉山が、あ、杉山じゃない、杉山局が2つあるの、珍しいですね。さあ、ということで寄ってきましたね。A コープ、嬉野店ってなってましたね。この辺りは A コープ、近畿っていうね、扱いになるんかなって、そうや、そうやって思いましたけど。ということで、A コープではね、なんか A コープ巻きっていうのを取ったんでね、まあ、昼ご飯がてら買っておきましたよということですね。ピアゴはね、結局そのお揚げと、ヤクルト飲んどきましたね。体調をね、万全しないとくんで、あのヤクルトの線っていうのはね、あ、そうだそうだ、なんかこんなん出たって聞いたなと。ただあれですかね、ヤクルトレディー先輩で売ってるのとはまた別のやつなのかな。ちょっとすみません、最近ヤクルト事情詳しくなくて派手なんですけど、ということで買ってきました。そこもちょっと気になるけどな。美味しそうですよね。で、さあね、今日はちょっとまたお寿司の方買っちゃいましたんでね。さあ、でこれを食べながら、次の目的地なのかな、一応予定では端子島方面の方に行こうかなと思っております。まあちょっと特急のやつを見ながら、フリーパスでね、三重県内なんでね、あっちに行ってみても面白そうなんですけどね、あの赤目口、あっちね、どうしようかなと思っていますけど、まあとりあえず南の方かな。赤目口はね、ちょっとね、アクセスするね、多分ちょっと行くのに苦労しますからね。まあとりあえずあれでしたね、今回何だったっけ、当初の企画名何だったっけ、赤福だ、赤福を買おうっていう企画でしたけど、あれですね、まあ、鉄道、地方内で買うのが一番で、意外と駅の周りはあんまり売ってるところないよという結論でございますね。ここのファミマだとも売ってない感じですね。ということなんで、伊勢中川駅でね、赤福の看板を見て、どうしても、あ、赤福もうすぐに食いたいよってなった人は、そのまま駅構内にあるファミリーマートに行きましょう。結論これで行きましょう。です。いや、こんなお気になるとはね。とりあえず、これでこの企画は終わって、また、次のね、動画の方に、撮影に向かっていきたいと思いますよと。さあ、ということでね、今20分ですけどね、ちょうどね、そう、意外と、大阪難波方面がね、数はあまり実は、少ないんですけど、こっちのね、伊勢方面ね、まあ、賢島駅方面とはとかね、結構、ガンガン走ってるんで、35分なんですね。これ平日か、よいしょ、こっちやで、11時35分、母親で宇都島ライナーじゃないですよね、一般のやつで、乗っていこうと思います。今日はね、ちょっとね、あんまり大したあれでもないんですけど、大人の事情でね、ちょっと特急をね、使う自由はありましてですね、まあ、ご飯を食べるのにね、特急の方のがね、やっぱちょっと一般のね、通勤電車だとね、どうかなっていうのがありますけど、特急だったらね、まあいいかなっていう感じがありますし、で、まあ、あとね、もう一つ行っちゃうとあれなんですよね、あ、そう、で、ちなみに、うがたね、まで行こうと思います。まあ、せっかくなんで、ちょっとうがたを見てみようかなっていうわけでございますね。で、なんだったっけ。なんかいろいろ書いてある、高畑何かさがきわら温泉郡とか伊賀関東と灰原と川はなんだ、あ、山本坂田さんに泊まってくタイプですよってことですね。それ以外は高木畑にやってたね、さあ、キーワナには止まるんだろうって分かりやすいな。キーワナに桔梗川には止まるやつか。こんな感じで運用されてるんですね。で、風はなんだ、伏せか。伏せ止まるタイプもある。で、まあ、名古屋のおやつ乗って帰ってね、行くのもあるんですけど。さあ。
じゃあ次は島旅もやってきますね。ああいいですね。背中感は通過がゆっくりなんでいいですね。完全に近鉄の2大看板になってますもんね、島風と火の鳥。すごいですね。で、どこで見てるんだっけ。で、このね、35分発の勝鳥前行き特急で向かってこうというわけでございますね。どこだったっけ。6号車。6号車ってことは、路線とどっちだ。こっちか。Yeah.